はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼5実況プレイ、今回が第31回目、31アイスクリームよろしくお願いします。アイスはね、すっごい好きなんですよ。31アイスクリームもすごい好きなんですけどね、ただね、最近好みが変わってきておりまして、昔は割とね、何でしたっけ、ストロベリーチーズケーキとかバナナ&ストロベリーとか、そういった派手な味を好んでね注文していたんですけど、最近はねもう単純にラムレーズンが好きだったりとかするんでね、シンプルなやつ、ね、シンプルなやつがなんか好きになってきて、ね、なんかこれも年齢とともにそういう風になってしまったのかなっていう気がしてるんですが、はい、ということで、本日は予定通りサブシナリオヒューガの章パート2カルチャーフェスタ94予選リーグユベントス VS パーマパーマじゃないね、パルマ、これを、あ、おっしゃった、やっていきたいと思ってるんですけれども、この通りアイコンが若島津くんになってます。連名だからね、ヒューガの章の家のなんで、今日もまたキエおじさんが大活躍するような予感。あ、でも相手パルマだから新料理がいるんで、ひょっとしたらね点の取り合いになるかもしれません。そんな時やっぱ活躍するのがこのね黒い男、ね、この2人に注目していきたいと思います。よろしくお願いします。キックオフ、キャプテン翼5始まったね。うん、あ、特にムービーなしか。よし、そしたら早速じゃあパッパッパッとパッパッパッと設定しますよ。パッパッパの鬼太郎パッパッパの鬼太郎できます。はい、スタッシュートパーパーパッパッパのパー、そうだな、確かね死でやったんでしょ。で、ペッテカに変えて4キで、コントラに変えてこんなんだかな。うん、こんな感じだね。よっしゃ、したら早速パルマの情報を聞いていきたいと思います。カルチョフェスタは大方の予想に反して、レッチェがすでに決勝進出を決めたわ。おおおおお、連動してるね。この試合は勝ち点では相手のパルマが優位ね。とにかくなんとか勝ってシニョーリを温存したことを後悔させてやりましょう。おう、ってことは、これか、マーク。お、いないね。いないね。お、ドル。ドルお兄ちゃんか。ドルいるね。ユーゴビッチってもいたよな、マルケジャーニーとかも。誰が代わりに消えるんだろう。なるほどね。あれか、じゃあそうすると、ここでもしもユベントスがパルマを倒せば、歴史が変わってしまうっていうことになるんですよね。あ、でもそんなことないか。あ、ヒューガたちも一応決勝トーナメントに出てますからね。だから勝っても負けても一緒なのかな。まあいいや、とりあえず、楽しくね、やっていきたいと思ってます。キックオフ。お、ヒューガ若島津の勝。勘みたいな。試合に行くぞ、おーで終わるみたいな。そうではないよね。お、ついに来たな、この試合。お、この二人覚えてますよ。パルマのシニョーリとユベントスの若島津と注目の一戦。ん、モーコ・ヒューガ、これはたまらんわい。ん、様子が変。どれどれ。お、パルマはシニョーリを外している。ん、日本人ごときに、日本人ごとき言われちゃったね。ユベントスは別に日本人のチームじゃないんだけどさ。よし、頑張るぞ。でもなんか懐かしいね、パルマと試合っていうのは。よし、そしたらいつも通りで、こじこじが昨日なんかオフサイド気味だったから、もう早めに渡しちゃおう。この辺で。よし、で、 Y 貫け。燃えろ、コジ。よーし、よーし、見たか、パルマ。ユベントス、パルマから点を奪いました。よし、ナイスゴール。今日はなんか
ヒューがスパークしそうな予感。いい流れで1点目が取れたんで、この調子で頑張りましょう。皆さん頑張りましょう。お、アバンテジュニア、ナイスフォロー。こっち、ここをこうよし。ヒューガは走行微妙だな、走行微妙だな。じゃあファケッティで行こうか。よし、ファケッティさん入った。ファケッティ入ります。よっしゃ、1対1。右隅、おお、キャッチ。お、フロリアンチッチだ、覚えてる、覚えてますよ。あのフロリアンチッチが割といいプレーをするんですよね。よし、ヒューガは、お、いけそう。じゃあこの辺、高いパス来たな。オーバーヘッド、くらえくらえ。弾かれた。さすがチッチ。お、敵のキーパー倒れている。ファケッティ行け、ど真ん中だー。外したか。敵のキーパー倒れてる。誰が来た、ヒューガ。じゃあトラップでドリブル入店、イエーイ。やったー、ヒューガスパーク2点目。やったじゃんか、こじこじ試合再開。あ、そういえばあれですよね、歴史的にはカルネバーレさんと母ちゃんとヒューガは得点を争いしてるはずだからね、この時点では。よし、ナイスパス、セザール。渋いんですよね、このセザールの顔が。よし、入った。ファケッティでいこう、高いパス、シュート、真ん中。おー、やるなチッチ。おー、ゴールがどこまで行く。アバンテジュニア、ナイス。そしたら時のキーパーはバランスを崩している。マジでラッキー。じゃあヒューガで、よし、バランスを崩している。シュート、オーバーヘッド、いっちゃうぞバカ野郎、トリア。強いハットトリック、こじこじ、おめでとう。すごいな。え、パルマは選手交代があるようです。ユーゴビッチ選手に代わってシニョーリ。お、へへん来たなシニョーリ。よし、勝負だ。じゃあキャプテン連磨のヒューガ小次郎のタックルを食らしてやる。おーおーおお、来たね、芸術的なドリブル。遊んでやるかとか言ってるけど、うちはおじさんがいるからそう簡単にはゴールは終わらせないよ。やるね、ガッとあれ140くらい減るからな。お、来たこれは。ん、何をするつもりだ、隙だらけだぜ。お、ファケッティ、どうなったんだ。ボホーンってなったけど、ん、何、取れない、ちょろいね、ちょろいね。どうだ、俺のアクセルスピンシュート、全く反応できなかった。次は止めてやる。おし、頑張れよ。なんてシュートだ。おえ、なんかどさくさに紛れてプレゼントだったのか。どさくさに紛れてプレゼントやられたな今。よし、若島津大丈夫か、ガッツが減ってないよな。よし、大丈夫。あのブルノだってあのシュート一回止めてくれてるから、ホスト使って。3対1、ヒューガちょっと温存しとこう。ここは僕らでやろうか。あ、やばい、どるか。あ、ちっちゃったか。ここの辺に高いパスする。よし、繋がった。あ、バランス崩さない。でもう一回、サイドに渡そう。もう一回この辺低いパス。よし、シュート真ん中。おお、キャッチ。
やるな、フロリアンチッチ。おー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 おおお、来たな。あ、マルケジャーニーか。じゃあドリブルを止める。よっしゃ、ナイスおじさん。よし、パス、オッケー。そしてキューが309。これはちょっと温存。ここは僕らでやろう。よし、マニコーネから。そういう、あれ、そういえばファケッティどうした？上がってこないぞ。怪我でもした？よし、シリア叩き真ん中。うー、ダメか。よし、ユルゲン、ナイスフォロー。ヒューガではなくて俺たちで決める。お、ヒューガ来た。ヒューガ来ちゃった。じゃあちょっとごめんよ。ここはヒューガにはちょっと休んでてもらいたいんだ。俺たちが何とかする。シュート真ん中。うわ、キャッチか。やるな。そして、うわ、危ない。ユルゲンさん、いい仕事するね。君、いい仕事するね。よし、セザール、セザールです。恋人募集してます。宛先はこの画面の右端まで。画面右端の宛先までお便りちょうだい。パケッティ、シュート真ん中。うー、そしたら、それでもバランスとか崩さないのか。結構強いな、あのキーパー、やっぱり。じゃあマニコーネ、シュート左隅。これで崩れるか。崩れない、まだ崩れないか。崩せ、みんなで。よし、シュートど真ん中。崩れろ、あれか。崩れんか。 T&T、 よし、上がるぜ。残り2分。パケッティ、うわー、そっからスルーしようと思ったんだけど。あ、まずいまずいまずい。これはやっとこう。浴びせ蹴り。ちょうど足がなまっていたところだったのさ。チェスト、おお、よかった。ボールが今コロコロコロって転がっていったから焦りました。よかったよかった。イベントスのリード、そうだな。後半にじゃあ一発ネオタイガーショットだね。ネオタイガーショット260だもんな。すげえリーズナブルなシュートになったもんな。いつの間にかキャプツバ2で320ぐらい減ったと思うんですけどね。よし、試合再開だ。最後、これがミネストローとシニオーリはあんま磨けないけど。お、ヒューガーは、まあ、もうちょいかな。まあ、パルマ反則。イベントはその直接フリーキックか。ここからパーンって打ったらかっこいいんだろうけど、フロリアンチッチだもんな。ここ端っこへ。よし、シュート、右隅。うおー、すごい。綺麗な放物線を描いてそのままゴールに吸い込まれていきました。ナイスゴール。強いな、やっぱイベントスは。忍びを思い出したな、レッチェのアロンネ君。お、来た来たぞ、小僧。よし、反則タックル。お返しじゃい、お返しじゃい。試合再開。これはキラーイズムだ。浸透してます、イタリアでも。キラーキラーって言われてるからね。よし、じゃあヒューが502もあんのか。502、この辺で敵のキーパーそこか。じゃあこぼれ球狙いで右隅。何、キャッチか。やるね、ユルゲン。おー、頼りになる。サイド、セザール、どうも恋人を募集してます。
右の空欄の宛先までお便り待ってます。こっちかわせ、ダメか。お、新料理来た。ぶっ殺す。ダメか、ダメだな。よし。おお、来た。撃ってきました、アクセルスピンシュート。よし、三角跳び。今度は正々堂々と勝負だ。ダメだったか。ダメだったか。しょうがない。若島津くんの雄たけびだけが虚しく響き渡った瞬間。消え。大丈夫だ、5体目取りに行くから。よし、 OK で、ヒューが戻ってきてくんなかな、この辺に。戻れヒューが。よし、行っちゃうぞバカ野郎。ネオタイガーショット、吹っ飛べ。よし、強い、めっちゃんこ強いな、ヒューが。ちゃんこちゃんこ、さすがだ。よし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 、これは勝てそうだな。歴史を変えてしまおうぜ。得失点差でし、あのパルマの決勝進出 なしにしてしまおう。代わりにサンプドリアに出てきてほしいな。お、また来るか。止めようがないな、あれ。やっぱ反則タックルしかないですね。お、来た。へへん、来た。アクセルスピンシュート、島津任したぞ。くっそくそまた雄たけびだけが虚しく。チャラいね。くそ、これ毎回言ってくるのか、毎回言うのか、そのセリフ。よし、負けないぞ。5対3、常にこう2点差は保っていたいですね。オッケー、じゃあ今度は俺たちで決める。ここファケッティ、高いパス。やるな。追いつくか、追いつかないか。マルケちゃんに身構える。そしてブロック。よし、いいぞおじさん、おじさんいいぞ。よし、おじさんといえばどうもセザールです。ドリュールドリュール、ファケッティがいいな。あ、でもここに投げると小次郎が来そうだから、ここ。あー、やるな。やりますね、幅広く飛び出してくるね。お、身構える。どうしたんだ。おっと、シュートを防ぐ。これなんだ、これなんだ。おお、なんかすごく技能的なことやってきた。ナイス。うわ、2人でタックル&タックル。うわ、やばい、突破してきた。シュートを防ぐ、ユルゲンはタックル。よし、ナイスおじさん。よし、シレはちょっとキープ力が足んないんで、反対サイド。よし、で、小次郎は、ガッツは、小次郎、あ、いた、350、小次郎。よし、こし、決めろ。強い、うわ強い。そして突き破る。やばいな、5のキューバはいいね、燃費がいいし。よし、ナイスゴール、やったね。得失点差で落としちゃうぜパルマを。そういえばシニョリとヒューがぶつけたらなんかイベントとかあるのかな。でもストライカーの位置にいると自然にぶつかりにくいんですよね、このゲーム。
無理やりシニョリに向かってドリブルしない限り。おガッツ切れ、よし若島津君もちょっとガッツ切れ気味だけど三角飛び、よしそれをヒューガに、ああ捕まっちゃった。ヒュー、シニョリここでしょ、今だったら自然にぶつかることができそうだ。ああ取られた、取り返せ、よし。んで、ヒューガここでしょ、シニョリはどこ行った、シニョリ行方不明だな、とりあえずヒューガに渡すか。で、あ、そうか、タイガーパスとか使えんだか。お前来いよ、こっち来いよ。あ、来た？あ、来た？あ、来たんだよね、これ。よし、勝負。強引なドリブル。小僧！これでも食らえ！よっしゃー！たまやー！よし、来たね、花火だ。でもイベントなかったな、特に。よし、パケット。シュート、右隅。おーキャッチ、でもこれはもらったね、ゴラー逃げるな、よしナイスパス、んで逆サイドこっち高いパス、あーちょっともうちょい早ければ、惜しかったね、イベントとのスローイン、最後2本打ってそうですね、試合再開、最後2本打って終わらせよう、ここ高いパス、誰か来るかな、誰か来るかな、チャラララン、ちゃんチャラララン、右隅、クソ、もう一回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 、高いパス、シュート真ん中、よしダメか、お、クリアしてきた、イベントスローイン、まだ続くか、まだ続くのか、じゃあもう一本打とうぜ、ここ高いパス、よシュート、ど真ん中、うーシュート、うーシュート、うーシュート、ダメか、面白かったのに、よっしゃパルマを見事に破りました、イベントス、ん、へへん、強がってるね、最初から俺を出してやれば勝てたのに、おう、この采配にはちょっと不服そうですね、まあ遊べたからいいや、負けだ、俺の乾杯だ、やつはすごいプレイヤー、強すぎる、いやヒューはお前の方がすごかったぞ、今日の試合、あんなやつがいるんじゃ俺は、いやいやいやすごかったぞ、世界一のストライカーなんか慣れっこないぜ、いや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 、よかったよ、吹き飛ばしてたじゃんあいつを、お、ヒューが若島津の賞終わり、おお、ヒューガ君がなんか真面目だね、偉いイタリアに行って偉い真面目になりましたね、ヒューが、あのぐらいのことで反省してるのか、別にね良かったと思うんですけど、個人的には、はい、ということで無事ヒューガの賞終わりました、で、次なんですけど、次は、予定通りこちら、若林の賞、ハンブルガー SV vs ブレーメン、この試合をやっていきたいと思ってます、はい、そしたら本日も最後までご視聴どうもありがとうございました、またお時間がありましたら次回もぜひよろしくお願いします。それではまたね。さようなら。おやすみ。